では本題をお話ししましょう。私がなぜイー様を裏切ったのか不思議にお思いでしょうね。確かにあの方とは国元からの付き合い、大事な方です。このかんざしもイー様からいただいたものですが、もうあの頃とは違います。何もかも変わってしまった。私もあの方もイー様は赤鬼になってしまわれた。そして本当はそのことにずっと苦しんでおられます。私も先般の大獄を目にして目が覚めました。あの方をお止めしなければと。私以外の誰にそれができましょう。きっとこの時のために私はイー様のおそばにいたのです。私は命を懸けてフミ様を逃がしました。それは間違っていなかった。きっときっと。でも今になって恐ろしくなってきました。これからもっとひどいことが起こる、そんな気がするのです。これから私はどうすればよいのでしょう。まあその言葉だけで十分でございますわ。もう大丈夫。気弱なところをお見せいたしましたわね。あなたも薩摩の蜂起に加わられるのでしょう。幕府の目に止まらない裏道を知っております。ご案内しますわ。私がお役に立てるのはもうそのくらいですから、準備ができたらお声掛けください。では薩摩の江戸屋敷に参りましょうか。ええ、共に。お前も来てくれたか。すでに青鬼の手勢が篤姫に迫っている。どうやら幕府側に蜂起が漏れたらしい。ここで篤姫を保護されては薩摩は人質を取られたも同然だ。文を連れてきてくれた人だな。礼を言い損ねていた。おかげで我々は生き返ったよ。この先は我らに任せ、あなたはこの場を離れていてくれ。どうかご無事で待っていますね。これより薩摩に助太刀する。行くぞ。通ずるものがあると思っていたが、なぜイータイロを裏切った。ナオスケ様がお役目に準じようとしているのは存じております。ですがここで止めないと。あの方はもっと苦しむことに。勝手な。だがようやく貴様が切れたわ。案ずるな。貴様の分もあの方にお仕えする。直輔様に
お伝えください。彦根であなた様と出会って以来、タカはずっと幸せでした。我らが組めば何をか恐れん。私も参加できて嬉しいよ。幕府の連中より先に篤姫のもとに向かわなければ。騒がせ。
篤姫はどこだ。成功したな。やる気か。幕府の連中はあの離れに向かっている。あの姫はあそこらしい。急ぐぞ。貴重なものだ。成功したな。
よ。やるね。いざ。選んでくださいよ。どうぞごひいきに。お。おとりか。篤姫め。また貴様か。だが何もできまい。やったか。
くネズミ捕りにかかったの。マナベ。野良猫が舞い込むとは思わなんだが、良い働きをしてくれたの。礼を言うぞ。邪魔だ。アス姫様、庭のネズミどもはほどなく追い払えるかと。ご苦労。手はず通りじゃの、大久保。急ぎお耳に入れたきことが。なんじゃと。私が薩摩が必ず引き継ごうぞ。改めてご苦労じゃったな、大久保。無念じゃが、しばらく様子を見るほかない。私は大奥でおとなしくしておくことにする。心配は無用。大老や老中ですらあそこには手を出せぬ。父上がお隠れになったことで薩摩も揺れるであろう。これより薩摩はそなたと西郷に任せる。しかし私も西郷もまだ若輩。殿なき今、西郷のことはそなたが一番分かっておろう。互いの足りぬところを補い、薩摩を支えていってほしい。はっ。世話になった。その方、名は何と申すのじゃ。なんじゃそれは。お前にすら里姫という立派な名前があるというのに、妙なやつじゃの。そなたとは落ち着いたらゆっくり話をしてみたいものじゃ。また会おうぞ。申し訳ございませぬ。まさか篤姫様があそこまで聞き分けが悪いとは。近頃のお主は独断専行が過ぎるな。だがこれで篤姫様もおとなしくなられよう。ご苦労だった。しばらく老中の職を外れ、英気を養うとよい。
タカさんがのうなったことはおまんも聞いちょるじゃろ。わしの頭の中そのことばかりがぐるぐる巡り寄るんじゃ。横浜で会うて以来兄人にはいろいろ世話になった。仁王崎遊郭でのどんちゃん騒ぎは楽しかったぜよ。けんどなんとのただの芸者でないのには気づいちょった。ふみさんを逃がすため危ない橋を渡ったことも。あん人はそれが正しいち考えたき腹をくくったんじゃろ。見た目は細くとも立派に着物座ったお人じゃった。日本のために何かしようち思うんならわしもあん人に負けんぐらいの覚悟が必要じゃろ。現在は早速別の企てを進めよるようじゃが、わしは一旦頭の中を整理してみるき。おまんはタカさんの墓に参ってきたらどうかい。ちょうどこの西宝寺にあるきの。タカのことを聞いたか。お主も手を合わせてやってくれ。攻めたければ後にせよ。ここで騒ぎたくない。タカ、すまぬ。長居はできん。わしにはまだ果たすべき使命がある。私の患者として芸者を続けさせていた。それも我が使命のためだ。上様のもとに諸侯と朝廷の力を集め武備を進めた後、いつか西洋と対等の条約を結び直す。日の本の民と富を守る新たな条約だ。寂しいか、タカ。もうしばらく待っていてくれ。いつかそちらへ参った時は神に差し切れないほどのかんざしを買ってやろう。元帥の企てが早速形になりそういう話じゃ。声をかけた連中が集まるまで待つよう言われたぜよ。松陰さんの手紙を託されてから元帥は新しい日本を作ろうち奮起しとる。きっと赤鬼の手の者と派手にやり合うつもりなんは間違いない。どうじゃ、一戦交える準備はできとるかい。おいたらわしと一緒に行くぜよ。その件については
手はずは整っている。確かに。あんたはいつも間のいい時に顔を出すな。おお、坂本君。どうだ、赤鬼を撃つためにこれだけの人間が集まってくれた。おお、大したもんじゃのう。みんな、まずはここに来てくれたこと礼を申し上げる。我らは故郷も違えば志も食ってきた釜の飯も違う。それどころか家康公の御世には争ったこともある。そんな我らがしがらみを捨て結ぶことができたのは松陰先生のおかげだ。弾圧にあえぎ辛酸をなめた者たちの仇、大獄で処刑された先生、そして多くの者たちの無念を今こそ晴らす時だ。我らの手で義の赤鬼めに天誅を下す。城下に潜んでいるという噂があります。重視を増やされては。重視の数は幕府が定めたるもの。大老自らそれを破るわけにはいかぬ。